はいどうも、走れ追いチャンネルです。今日はですね、昨日に引き続き向こう図の紅白戦の試合をお伝えしていきます。昨日の動画では主に自分の打席と守備を紹介しました。今日は野球 YouTuber 向こうさんのバッティングを見ていきます。はい、昨日も紹介しましたが、相手ピッチャーは翔平さんというピッチャーでしたね。マックス137キロのピッチャーです。他にもこちらのスライダー、そしてツーシーム、カーブ、チェンジアップフォームを投げていました。はい、それでは早速第1打席です。向こうさんは3番ファーストで出場していました。まずは初球、ややインコース気味のまっすぐですね。これはかなりいいコースに決まっていました。向こうさんは何を狙っているんでしょうか。2球目です。カウントは1ストライクノーボール。はい、こちらのスライダーですね。これは低めに外れてボールとなりました。かなり横に曲がっているので、よく見えましたね。これはカウントは1-1です。来ました。これはライト前ですね。ライト前にうまく弾きましたね。これは向こうさんしっかりとボールを上から叩いて、強いゴロで間を抜いていきました。ここはさすがです。がしかし、なんと打球が速すぎてライトゴールでアウトになりました。まあ向こうさんの足が、あんまり速くなかったんですかね。それともライトが強かったんでしょうか。ここは向こうさんらしい打席でした。はい、2打席目、先ほどはストレートを打ち返した向こうさんです。次はどういう配球でバッティくるでしょうか。まずは初球、はい、こちらスライダーが外れてボールですね。これはよく見ましたね。カウントはノーストライク1ボールです。さあ2球目、キャッチャーインコースに構えています。これは、スライダーと、翔平さんに来たら言ってましたね。スライダーを打ってファールだそうです。カウントは1ストライク1ボール。ここは変化球で来ています。さあ3球目、これもスライダーですね。先ほど向こうさんにまっすぐ打たれているので、バッテリーは変化球を、かなり使っています。ここ3つスライダーを投げて、1ストライク、2ボールです。これはまっすぐです。ここでまっすぐを使ってきましたが、高めに外れて、1ストライク、3ボール。ちょっとボールが先行していますね。さあ、1、3から。これはストライク。こちらもスライダーで、ややインコースに決まるいいボールが決まりました。カウントはフルカウント、2-3となっています。さあ6球目、はい、ここも変化球でサードゴロ。うまくバッテリーは変化球を使ってアウトに取りました。はい、というわけで今日は向こうさんの打席を紹介しました。今回紹介した向こう図、月に一度ほど集まって活動しています。まだ正式にはチーム登録はしていないので、誰でも参加できますので、参加する際は、向こうさんのツイッターをフォローしていただいて、DM で連絡してください。というわけで、皆さん次はぜひ自分たちと野球をやりましょう。というわけで、今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では、失礼します。チャンネル登録お願いします。